はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。たまにはね BBC を見ようかなと思って、見たらですね、まあ他のメディアにも出ていた内容なんですけどね、 BBC ニュースジャパン、しかしよくこの BBC がね日本語みたいなマイナーな言語に対応してるんですね。こう最近何でも見れるやんという感じですね。BBC も AFP もあるしね、CNN もあるし、これあれですよね。お隣さんはね、外国メディアって何があるんでしょうね。例えば BBC ってこれ韓国語対応してるんですかね。どっか見たら分からへんの。BBC いや書いてないわ。BBC あかん、まか分からへん。多分対応してないんちゃうかな。やっぱりね、受ける人口なんでしょうね。一応日本は1億2000万でしょ。お隣さん5100万ですからね、半分以下、4割ぐらいなんですけど。まあいいわ。クリミアとロシア結ぶ橋で爆発、2人死亡、プーチン大統領はテロ攻撃への報復を約束ということでした。ウクライナ南部のクリミア半島とロシアを結ぶケルチ橋で17日爆発があり、2人が死亡した。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領はテロリストの攻撃に報復すると述べた。なんかね爆発があったそうで、ロシア政府はこの爆発がウクライナによるものだとしている。ウクライナ政府は公には責任を認めていない。ウクライナ軍オデーサ州司令部の報道官は、橋の道路のがれきや潰れた線路の写真を投稿した。これらの写真は本物か確認されていない。プーチン大統領は17日夜のテレビ演説でウクライナが無意味で残酷な攻撃を行ったと非難した。無意味ですか。無意味やったら怒らんでええやん別に。あ、そうって言ってくれ。知らんって言うと言うたらええだけでしょ。怒り浸透してるんですよ。全然無意味ちゃうねん。ほんまに。よう言うわって世界のプーチンさんも。ウクライナ国境に近いロシア、ベルゴロド州のベチャスラフ・グラトコフ知事はメッセージアプリテレグラムへの投稿で、17日の爆発でロシア人夫婦が亡くなり、この夫婦の14歳の娘が負傷したと述べた。ロシア外務省のマリア・ザッハロフ報道官は、ウクライナがイギリスとアメリカの直接的な関与を受けてケルチ橋を攻撃したと批判したが、この主張を裏付ける証拠は示さなかった。まあね。プーチン氏と共にテレビ演説したマーラーとフスヌリン副首相は、ケルチ橋は11月1日までに完全に修復される予定だと説明。9月15日には一方通行での運用を再開すると述べた。ということは今止まってるということですね。クレムリン、ロシア大統領府のドミトリー・ベスコフ報道官は、この件とウクライナの国会を通じた穀物出荷協定の参加をロシアが停止したことは関係ないと述べた。関係あるんちゃうの？あるんちゃうの？鉄道の方は大丈夫なんですね。はい。ロシアの運輸省は橋橋脚には損傷はないとして調査継続の方針を示した。未検証の報告では17日の早い時間帯に爆発音が聞こえたという。ロシア当局はウクライナが2隻の無人水上艇を使ってケルチ橋を攻撃したとしている。BBC はこの主張について目視できる証拠を確認していない。
しかし BBC ロシア語が取材したウクライナ治安当局の関係者は、攻撃は同局が行ったもので、水上ドローン無人機を使ったと述べた。ドローンって水上もあるんですか。要は船ですね、リモコンの船ということですかね。防衛アナリストのスチュアート・クロフォード氏は BBC に対して、橋への攻撃にはドローンが使われたと見ていると語った。またロシアとウクライナ双方が情報を出したがらないため、攻撃の詳細は不明のままになるだろうと。まあ別に攻撃の詳細不明でもいいんですけど、誰がやったかということとですね、どういう状態であるかというのは重要ですね。まあ通行ができていないということです。昨年10月にも大きな爆発があり、一部が通行止めになっていたが、今年2月に全面的な通行を再開していたと。でこれがですね、ロシア軍の重要な補給ルートであると。クリミア半島への補給ルートですね。でクリミア半島の上の方で戦ってますね、ロシア軍は。だからやっぱりロシア軍の補給ルートであると。こんな攻撃されて当然やんと僕は思いますけどね。クリミア半島は2014年の併合以降、ロシア人にとって人気の観光地となっているが、半島とロシア本土を結ぶ旅客機はウクライナ侵攻以降運航は停止している。まあまあ、貼っときますねこれ。この BBC のちょっと関係ないですけど、読まれたランキングにね、解説、なぜ今年の夏はこんなに暑いのか、世界各地で最高気温を更新ってあるんで日本もね結構暑いんですけど、なんて言いますか、私の感覚では例年より暑いという感じでもないですね。まだこれからかも分かりませんけどね。今31度です、千代田区。この日は30度ですけど、例年より暑いという感覚ではないです。まあ、ええわ。本題に戻ってですね、変な話ね、このね、橋をね、攻撃してね、通行不能にするのは、事実に簡単なことだと思いますよ。全部をね、守りきれないと思うんです、あんな長い橋、何キロもあるんでしょ。守りきれないから、ウクライナをやろうと思ったらいつでもできるんですね。去年の攻撃も多分ウクライナがやってると僕は思いますけどね。で今回もウクライナが関与したんだと思います。でいつでもできんぞというふうに脅してるんやと思いますね。まあ、本格的にやろうと思ったらですね、こんな中途半端なことではなく、鉄道の方も全部破壊しますし、一箇所だけではなくて何箇所も同時にやることができますからね。ほんならドローンで使う、いやいや別に難しいことは何もないわけですよ。ちょっと多くの爆薬が必要ですけどね。だからどうってことはないわけですね。で今ウクライナの作戦はうまくいっていないんですけども、そのアゾフ海というところにですね、アゾフ海の沿岸は今ロシアが全部占領しているんですね。でそこをアゾフ海に達するほどですね、ウクライナ軍が進撃できればですね、陸路でのですね、ロシアからですね、クリミア方面への道が塞がれてしまうんですね。でそうするとクリミア半島とその北部で戦っているロシア軍はですね、この橋だけが補給路になるんですよ、陸路のね。陸路の海は行けますよ、海は行けますけど、この橋が補給路になるんですね。となりますとですね、かなりクリミア孤立してしまうわけですね。で補給がままならなくなります。まあ船で補給するんでしょうけども、船もね、いろいろとですね、ウクライナ側はですね、対艦ミサイルを持ってるわけですね。今までモスクワという巡洋艦を沈めてますしね。ですんで、輸送する船が攻撃される可能性があると。そうするとちょっと不安定ですね。ですからですね、ロシアにとってこのね、橋はね、アキレス腱なんですよ。まあ今はね、これちょろちょろとこうやってちょろちょろとやられてるだけですけど、本格的にやられたらですね、クリミア孤立すると。最終的にクリミアを守ってるロシア軍はウクライナ軍に降伏せざるを得ないわけですよ。そうするとクリミアはウクライナ軍に取り返されてしまうということになります。ロシアはそれは悪夢ですね。だからこれはテロやと言ってるんですけど、何言ってんだ、あんたテロ以上のことやってるやんかと
人の国にずかずか入ってってですね、あの人を殺して子供を奪ってですね、女性に暴行を加えてですね、病院もあの学校も攻撃し て、そんなことをやっときながらね、人がちょっと箸を壊したらね、テロやんって、本当にもうなんていうか、もうこのおっさんあかん、もうほんまに早くプッチンしてください、ほんまに。BBC のこのアドレスは貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。